ココナッツミルク缶詰のココナッツミルクは一部が固体化しているものが多いココナッツミルクは成熟したココナッツの種子の内側に相上に形成される固形排乳から得られる甘い乳状の食材。すりおろしたココナッツの固形排乳を水、またはココナッツジュースと一緒に弱火で煮込んでから裏ごしし、目の洗いカーゼなどの布で絞って作る。 ココナッツの種子の中央にたまる液状排乳とは全く別のものであるが、生物学の研究で植物の組織培養の廃地に、この液状排乳を用いるとき、ココナッツミルクの名称を用いるため注意されたい。ココナッツミルクを加えて焼き菓子を作っている、ヨースココナッツミルクは多くの熱帯料理で使用されるごく普通の材料であり、特に東南アジアやポリネシアでは、 頻繁に使われる。一般的には缶入りのものや冷凍したものが売られている。冷凍品の方が風味が保たれる期間が比較的長く、ココナッツの独特の風味は、カレーやその他香辛料の効いた料理と大抵の場合相性が良いため、料理に用いる場合には鮮度に留意する。製品によっては濃厚な固形物状のものが缶の上に分離して浮いていることがある。これは、 ココナッツクリームと呼ばれ、料理によってはこれを素材として使用することがある。缶を開ける前によく振っておくと均一のものになる。カメルーンではピラフに混ぜられている。一度開封したココナッツミルクの缶は袋に詰め替えて冷凍保存し、早めに使い切ると良い。開けたまま室温で放置するとすぐに傷み、酸味が出る。体現地では多くの家庭が 裏庭などでココナッツを栽培しており、自宅でココナッツの固形配乳を専用の道具で削り、それに水を合わせて絞ることを3回繰り返す。1回目のココナッツミルクはかなり濃厚で、2回目はほどほどに淡白で、3回目はさらに薄い。料理を煮込む時などはまずは2回目に絞ったココナッツミルクを使い、料理を仕上げる時に1回目に絞った濃厚な ココナッツミルクを適量加えることで濃度を調整する。ありがとうございます。